では、ブリーフィングを開始します。本オーダーは、前からのあなたのみに当てて発行された非公開オーダーです。本オーダーは、アーセナルの性能測定を目的とした実験です。アーセナルの性能は、それを操縦するアウターの能力に大きく左右されます。各ネーションの研究機関において、新型のアーセナルが開発されていますが、スペックでは能力を大きく上回る新型の機体が実戦上では旧型とそれほど変わらないまたは劣るというデータが明確に残されており、これはアーセナル開発に大きな障害とは言えないまでも開発エンジニアのモチベーションに大きな影響を及ぼしています。今回の実験はアウターの能力とアーセナルの強靭性を測るための実験となります。この実験によりアーセナル開発は大きく前進するでしょう。本オーダーはオービタルの研究施設で行われます。アーセナルの調整が済み次第施設へ赴きオーダーを実行してください。オービタルから提供された実験施設のマップを展開します。フェムト粒子の分布は認められません。レーダー各センサーに問題なし。オーダーを開始します。なんだルーキーか。アーセナルの性能測定だって話だったんだが、お前もか。おいフォー、オーダー開始ったって俺たちは何も聞かされてない。何をやればいいんだ。本オーダーはアーセナル同士での実戦形式で行われます。適正と設定された機体と戦闘を行ってください。データはこちらで計測しています。何を言ってるのかちょっと意味がわからないな。ルーキーとやり合えってことか。その認識で間違いありません。冗談をやめろ兄貴。オーダーを破棄しよう。ルーキーとやるのは気乗りがしない。そう思わないか。ゾア、お前の言うことももっともだ。とはいえだ、やらなくたっていいが、やったっていいわけだ。兄貴、まさか。ルーキー、お前はどうする？俺たちの実力を知りたくないか？くそ、兄貴の悪い癖が出やがった。ゾア、俺たちの目的を忘れたのか？真実にたどり着くまで、俺たちは道の真ん中を行かなくちゃならない。それに何よりも楽しそうだ。兄貴。ルーキー、決めるなら今だ。ゾア、お前もだ。ケツをまくるなら黙って引っ込んで。そんな言い方されて引っ込めるわけないだろう。それに兄貴と僕は一心同体、一蓮托生。兄貴がやるなら僕もやるさ。よし、それでこそ俺の弟だ。ルーキー、逃げないってことはそういうことでいいんだな。そう来なくっちゃな。おっと、始める前に一つだけルールを決めよう。ルール？なんだよ兄貴。最初に弾を食らったやつが修理代をおごれよ。ゾア、手加減するなよ。分かってるって。いい機会だ、お前に話しておこう。俺たちは両親を殺した奴を探した。犯人は傭兵だ。僕たちの両親は傭兵だった。あるオーダーの最中に事故を装って殺されちまった。そして2機のアーセナルを僕たちに残した。俺たちは奴の秘密を握ってる。ああ、お前を疑ってるわけじゃない。親父たちが殺されたのはもう20年以上前の話だ。俺たちが目立てば目立つほど奴にとってはまずい。いずれ消しに来る。親父たちだ。だから僕たちは派手に立ち回った。正義の傭兵スティールナイト。傭兵は除外し、助けを求める声があればオーダーそっちのけだけ助けた。
装備されず嫌われれば嫌われるほど人気はうなぎ登り。そうやってヒーローの振りを続けているうちに、オーバルリンク内にはまだ多くの避難民が取り戻され、ほとんど子供だ。大人はみんなデミトリウスの毒で死んじまった。ガキどもを助けるためにもイモータルを取り潰さなきゃならない。あいつらにヒーローが必要なんだ。ルーキー、お前が共に戦うに値する奴なのか。でかいのを食らっちまった。はい、すまん。お前はそこでおとなしく見物でもしてろ。それにしても俺たちのコンビネーションが忍ぶ。楽しくなってきたじゃないか。設定されたアーセナルの稼働停止を確認。オーダーが達成されました。以上で実験を終了します。しっくしゃ、僕たちの負けかよ。まさかのまさかだな。少なくとも俺たちは手を抜いたりしなかった。ああ、兄貴の本気がビンビン伝わってきたぜ。にしてもヒーローが負けるなんて、ガキどもになんて言い訳すりゃいいんだ。黙ってりゃいいじゃないか。これは極秘オーダーだ。誰にもわからんさ、だろ。そんなんでいいのかよ。なんていうか、そのずるくないか。いつも言ってるだろ、少しは大人になれ。嘘をつくわけじゃない、黙ってるだけだ。それで子供たちの夢が守れるなら安いもんだ。これだもんな、ヒーローって何なのか分からなくなるぜ。ルーキー、お前は他の奴らより信頼できそうだ。お前は何のために戦う？まあいい、これからもよろしく頼むぜ。もしまた敵に回ることがあったら、その時は手加減してくれよな。兄貴、ハハハハ、大人になれって言っただろ、ゾア。じゃあな、ルーキー。機体の回収シーケンスを実行します。お疲れ様でした。